別の会社の人じゃなければどうでもいい。こんばんは、アスカ TV のアスカです。いつもご視聴ありがとうございます。この画角を見てデジャブに感じた方、私の動画をよく見ていただいてありがとうございます。それです。ちょうど1ヶ月前になりますが、東京駅八重洲口にあります東京ミッドタウン八重洲のプレオープン、まあ私のメインとしてはバスターミナル東京八重洲のオープン初日の様子をお届けした動画のオープニングの場所でございます。前回は出発の第1便に乗って千葉の木更津金田バスターミナルまで行きましたが、今回は本領発揮というわけではありませんが、ここから夜行バスに乗って出発いたします。
スタンダ東京八重洲発見カウンターのすぐお隣のセブンイレブンですが、こちらは7時から23時、つまり夜11時まで文字通りセブンイレブンの営業時間となっています。高速バスの到着が多い7時前後、こちら地下1階の飲食店街はほとんどが11時からの営業ですのでまだ閉まっていますが、八重地下の連絡口の脇、はい、皆さんおなじみのスターバックスコーヒー、こちらは朝7時から営業しております。夜は10時までとなっていますので、朝高速バス到着後の朝食、また乗車前、一駅着くにも非常に利便性が良いです。